安田証券は、大阪府水田市出身のプロ野球選手、宇藤左田。千葉ロッテマリーンズ所属。6歳の時に、兄、亮太の影響で野球を始める。水田市立豊津第一小学校時代は、軟式チームの豊津東少年野球団に所属。6年生時には、阪神タイガースジュニアに選出された。水田市立豊津中学校に進学すると、赤星のりが、 オーナーの公式野球チーム、レッドスターベースボールクラブへ入団。高校は、理性者高等学校へ進学。理性者高校では、1年秋から5番サードに座り、主軸に定着した。2年春に4番に座ると、同年夏には、大阪予選大会で25打数13安打に、本類な15打点の成績を残し甲子園大会、出場に貢献。 甲子園では12打数で4安打を放つもチームは3回戦で敗退した。岩手国体では広島新城との決勝戦でホームランを放つなど優勝に貢献する。寺島茂ュゲテルラ最上級生が抜けた新チームでは新たに3番サードに座り、秋季大会では50打数21安打4本塁が22打点と好成績を残し、近畿大会で優勝。 国体後の明治神宮大会でも優勝を果たした。3年春の選抜大会では17打数7安打で、準優勝。報徳学園との準決勝第一打席にて、甲子園初本塁打を記録した。夏の大阪府予選では、大阪桐蔭との準決勝で敗れ、甲子園出場はならなかったが、19打数12安打、3本塁打13打点、出塁率75、759。 長打率1.316、オプス2.075と驚異的な成績を残した。第28回 U-18W 杯の代表メンバーに選出される。全9試合に3番でスタメン出場し、34打数11アンダ5打点の成績を残した。スーパーラウンドのオーストラリア戦では延長11回裏にサヨナラアンダーを打っている。高校通算65本塁打。 高校時代は、同学年の清美やコ太郎と比較されることが多く、東の菅野宮、西の安田と並び称された。2017年プロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズ、阪神タイガースより一巡目再指名を受け、抽選の結果、ロッテが安田の交渉権を獲得した。契約金1億円、年俸1240万円で、 仮契約した。背番号は5。2018年は、春季キャンプから高い評価を得て、オープン戦序盤は1軍に帯同したが3月17日にから2軍に降格し、開幕を2軍で迎える。3月23日のイースタンリーグ東京をヤクルトスワローズ戦で、大下優馬から公式戦初本塁打を打った。7月12日のフレッシュオールスターゲームでは5番で、出場したが、 無安打に終わった。7月は2軍で打率、354、16打点を記録し、ファーム月間 MVP を受賞するなどを結果を残し、8月10日に初の1軍昇格。同日のオリックスバファローズ戦で、7番、指名打者で先発出場し、1軍デビューを果たした。同12日の同カードで、9回表にしまから一時同点となる2点的自打を打ち、 プロ初安打、初打点を記録。6番、三塁手として、先発出場し、初めて指名打者以外での出場となった、9月24日の、オリックス戦では、プロ初の二塁打を含むに安打4打点の活躍を、見せた。高卒新人が1試合で4打点以上を挙げたのは、2006年3月29日の、住谷銀人狼以来、球団では1956年9月30日の、 須藤豊以来、62年ぶりとなった。10月2日の福岡ソフトバンクホークス戦では、東浜巨から出場13試合目、45打席目で、プロ初本塁打を打った。ロッテの高卒新人が本塁打を打ったのは、1990年の林博康以来、28年ぶり、8人目であり、千倍天後は初。また、 この年は同じく高卒新人であるヤクルトの村上、宗隆と,と日本ハムの清美や幸太郎も本塁打を放っており、3人の高卒新人が本塁打を放ったのは1967年以来51年ぶりとなった。10月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で通算60打席目に立った後、翌年以降の新人王資格を残すために出場選手登録を抹消され、 打率1511本類打、7打点でルーキーイヤーを得た第2回 U-23 ワールドカップでは打率3931本類打、8打点と活躍し MVP と1類のベストナインに選出された2019年はシーズンを通して2軍で過ごし19本類八82打点で最多本類打、最多打点を受賞 ファームに冠王となったが、一軍での出場はなかった。オフに、岡大会、山本大輝と共にプエルトリコウィンターリーグの、クリオージョスでカグアスに約1ヶ月派遣された。2020年は、初の開幕一軍入りを果たす。7月7日の埼玉西武ライオンズ戦では、本拠地では、初の本塁打となる1号本塁打を打ったが、その後も打率は1割台と低迷していた。 しかしブランドン・レアードの不信もあり、7月21日の西武戦で、井口忠人監督が、チャンスにしっかりとしたバッティングをしていると、プロ初の4番に抜擢。この試合で、マルチアンダーを打つと、以降、86試合連続で4番の座に座り続け、7月31日の楽天戦では、乗本隆弘から、プロ初の猛打賞を記録。9月29日の北海道。 日本ハームファイターズ戦では、上沢直行から、プロ初の三塁打を打った。井口監督は、よほどじゃない限り変えるつもりじゃないと話していたが、直近5試合で20打数にあんだ、9三振と不振に陥っていた10月31日の楽天戦で、87試合ぶりに4番を外れ、以降は、主に7番や9番として出場した。最終的に113試合に出場し、 だりず、221、6本塁打、54打点の成績を残した。クライマックスシリーズでは、第1戦で、千賀博士大から、自身ポストシーズン初本塁打となる、先制の2点本塁打を放ち、第2戦では、初回に先制打を打つなど猛打賞の活躍を見せたが、共に、チームは敗戦し、シーズンを終えた。21歳6ヶ月でのクライマックスシリーズの、 本類打は、平田良介に次いで2番目に年賞。パリーグでは最年賞となった。また、21歳6ヶ月でのクライマックスシリーズのモ打ダ賞は、藤原康次第、西岡津義に次いで3番目に年賞となった。12月10日、年俸2200万円で契約公開した。千二十一年は、三月十六日のソフトバンクとの開幕戦に四番。 三塁手で出場。なお、21歳11ヶ月での開幕4番は、1970年の有藤道夫の記録を上回り、球団史上最年少となった。開幕直後の3月は5試合で打率。05級と不審だったが、4月は得点圏打率が3割を超え、落合博光の記録した月間27打点を抜く月間28打点を記録し、 一時は打点王に立った。5月14日には39試合164、打席目で早くも自己最多であった前年に並ぶ6号本塁打を打った。その後も開幕から48試合連続で4番に座り、33打点を挙げていたが、打率は216と低迷し、5月27日にシーズンで初めてスタメンから外れた。ライナー性の打球が多く、 センターから左方向へは伸びる打球を打つ。スイングスピードが速くボールを体の近くまで呼び込んで打つことができるのが長所。目標とする選手として松井秀喜の名前を挙げている。2020年6月よりチームメイトのレオネス・マーティンからアドバイスなどをもらい打撃フォームをオープンスタンスからスクエアスタンスへ変更した。愛称は安。兄安田は 三菱重工イースト公式野球部に所属する社会人野球選手で2018年の第44回社会人野球日本選手権大会の優勝メンバーである父の安田紗は陸上競技指導者ありがとうございます